フリードラマ CD 岩飛高校水泳部活動日誌1、とある日常の一コマ。お疲れ、ハル。はい、捕まって。誠、またタイム伸びたね。タイムには興味がないって言ってるだろ。うん、相変わらずだな。ハルちゃん、マコちゃん僕もベスト出たんだよ。褒めて褒めて。渚、重い。後ろから抱きつくな。ああ、いいじゃん。ベスト出たのか、よかったな渚。うん、でもマコちゃんもベスト出てたよね。最近割と調子がいいんだ。はるか先輩、誠先輩、渚くんは上り調子ですね。あ、ゴーちゃん。三人は調子いいみたいですけど、レイくんが。おかしい。タイムが上がらない。伸び悩んでるのよね。そうなのか？なんでなんでしょうね。練習メニューの量が少ないわけでもないですし。当たり前です。僕に限って怠慢なんてありえません。で、フォームを改良してるのか？ええ、世界水泳の DVD を見たり教本を読んだりして自分のフォームと照らし合わせ、いろいろなところを改良しているんですが。あれ、フォームを変更しているときはタイムは出にくいの。分かった、そうればいいんだよ。はい。体毛が水の抵抗を生むってなんかのテレビで僕見たよ。ああ、俺もその番組見たよ。それがなんだって言うんですか、渚くん。だからレイちゃん、そればいいんだよ。嫌です、断固拒否します。ありえない。レイちゃん、なんで？なんで快諾されると思ってるんですか。はるか先輩、助けてください。渚、やめとけよ。止めないで、はるちゃん。これはレイちゃんのためなんだからね。で、諦めろ。はるか先輩。レイちゃん、タイム早くなりたくないの？いや、ですがそれは。レイちゃん、アスリートはそのスポーツの高みを一心に目指すのが正しい姿だと僕思うんだ。だからね。大丈夫、僕に任せてよ。な、渚くん、なぜ僕を掴んでるんですか？僕が綺麗に剃ってあげるね。更衣室に出発。ちょ、渚くん、嫌です。離してください。大丈夫大丈夫。何がどう大丈夫なんですか。ツルツルのピッカピカになれるよ。洗剤の CM みたいに言わないでください。自分がそうなるのは嫌です。嫌だ。続、とある日常の一コマ。レイと渚、帰ってこないけど。もう少ししたら帰ってくる。大丈夫かな、レイのやつ。そう、さすがにちょっと気の毒ですね。水の抵抗を少なくするためにきっちり剃るのってオリンピック選手とかでは普通らしいけど、高校生で剃ってる人っているのかな。そうな。あ、お兄ちゃんは剃ってますよ。え？水着開発。なぜだ、タイムが伸びない。レイ、どうした？あ、誠先輩。いえ、タイムが伸び悩んでまして。ああ、だから、フォームを変更してるときは、タイムは出てくるもの。わかった！水着だよ！どっから湧いて出たんですか、渚くん。人をボウフラみたいに言わないでよ、失礼だな。とにかく原因は、水着だって。水着ですか？うん。この前テレビで見たんだけど、魚のヌルヌルを表面につけた水着が開発されたらしいよ。もうすでに嫌な予感しかしないんですが。
レイちゃんもその水着を着ればいいんだよ。それあれでしょう、水着の表面を魚の粘膜を模したジェルで加工したものでしょう。そんなものが1階の高校生の手に入るわけないでしょう。バカバカしい。表面がヌルヌルだったらいいんじゃない。だからはい、これスライム。な、渚くん、そんなもの一体どこから取り出したんですか。細かいことは気にしない、気にしない。細かくないです。それどうするつもりですか。さあレイちゃん、塗ってあげる。嫌です、絶対に嫌です。レイちゃん待ってよ、絶対これでベスト出るから。なんでそんなろくでもない方法ばっかり思いつくんですか。エジソンもワトソンもこういうひらめきから発明をしたんだよ、きっと。ワトソンは分子生物学者です、発明家ではありません。おい、渚もレイもやめろよ。渚くんを止めてください、誠先輩。渚、やめとけって。じゃあ、まこちゃんにも塗ってあげる。は？渚、待って。おい、塗り塗り。誠先輩、僕、誠先輩のこと一生忘れません。まだ死んでない。レイちゃん、捕まえた。なぎさくん。ほい、ぬりぬり。さあ、これで好タイム間違いなしだよ、二人とも。滑る。危な、これかなり危険なんじゃない。二人とも生まれたての子鹿みたい。誰のせいだと思ってるんだ。まあまあ。渚くん、本当にタイム出るんでしょうね。物は試し、泳いでみなよレイちゃん。でもこれ全て飛び込み台までなかなかたどり着けないですけど。おい、お前ら。あ、ハル。あ、ハルちゃん、僕、新水着を開発したよ。新水着で、それでプールに入る気か。まあ、渚くんがこの水着だと高タイムが出ると言っていますし、試してみようかと。やめろ、プールが汚れる。あれがすっごく怒ってる。どうするんだ渚。渚くんのせいで僕が怒られたじゃないですか。え、ひどいよ、二人とも。僕だけのせいじゃないよ。間違いなく渚くんだけのせいですよ。僕はあれほど嫌だって。うわー、滑る。ちょ、姉ちゃん、そのヌルヌルのまま掴まないで。ああ、渚、押すなよ。滑る。だって姉ちゃんが掴むんだもん。うわあ、だ。そんなこと言われましても。姉ちゃん、手離してよ。うわあ、だから押すなって。渚、だって姉ちゃんが掴んでるんだもん。僕だって必死なんですよ。ちょ、渚くん、動かないでください、危ない。バカばっかりだ。もし彼氏にするなら、岩飛び編。え？レイちゃん、そのお弁当自分で作ったの？ええ。この唐揚げも、このほうれん草のおひたしも。そうですが。へえ、レイすごいな。春も自分で作ってるよな。もう自分の弁当のサバに夢中だな。じゃあ今までのお弁当も全部レイちゃんが作ってたってこと？当然です、その方が栄養管理はしやすいですから。渚くんもパンばかり食べていないで、料理ぐらい覚えたらどうですか。最近は家事ができる男性の方が好まれるんです。そうなの？でも僕は岩とびっくりパン食べたいからいいや。岩とびっくりパン？何ですか、その全く食欲をそそられないパンは。
いちごジャムが乗ってて、ママレードも乗ってて、チョコがかかってて、480円安い。どこがですか、高っ。聞いてるだけで甘い。あ、美味しいよ。ほら、はるちゃん、一口食べてみなよ。いい、いらない。まあまあ、そんなこと言わずに。はい、あーん。うっ、甘っ。ちょっとやめろ、なぎさ。水、レイ、水。あ、なんだ。誠先輩、どうぞ、水です。レイ、ありがとう。ほら、はる、これ飲んで。大丈夫、ハル。こんなに美味しいのね。なぎさくん、そのパンじゃどう考えても栄養が偏るでしょう。そっかな。栄養とか考えたことなかったけど、僕も考えた方がいいかな。でもまあ、料理はできないよりできた方がいいかもな。なぎさ、サバ料理なら教えてやる。あ、本当に？サバは多くの栄養素を含む非常に優れた食べ物ですからね。生活習慣病をはじめとする様々な病気の予防や美肌効果、脳にも効果的と言われていますから。へえ。誠先輩のお弁当もなかなかバランスの取れたお弁当だと思いますよ。体格に見合ったカロリーです。そうなんだ。毎日母親が作ってくれるんだけど、俺栄養とかさっぱりで。はるちゃんとれいちゃんは自分で作ってて、まこちゃんはお母さんが作ってくれてるのか。はっ、はい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 。乃木さん、手なんか開けてどうしたんだ。じゃあさ、じゃあさ、自分が女の子でこの中の誰かと付き合うとしたら誰がいい。は、なんでそんな話になるんだ。全く意味がわかりませんね。だから、もしもの話だよ。なんでお弁当の話からそんな話になってるんだ。だってレイちゃんは家事ができる男性の方が好まれますよとか言うからさ、みんなが女の子なら誰を選ぶのかなって。今のまさか僕のモノマネのつもりじゃないでしょうね。似てるでしょ。似てません。似てません。僕はね、誰かな。レイちゃんは嫌だな。なんか細かそうだし。何言ってるんですか、渚くん。僕ほど完璧なパートナーはいませんよ。え、そっかな。レイちゃん絶対こううるさいよ。こぼすなとか、きちんとしろとか。こうるさいとは何ですか。いいですか、僕は記憶力に自信があるので、誕生日といった特別な日を忘れるなんてことはありません。相手のために料理を作ることもできますし、時間管理も完璧ですので、待ち合わせなどに遅れることもありえません。事前に出かける場所のリサーチ、主に入店予定の店やそこにたどり着くまでの道などもリサーチしていくので、デートでは相手を完璧にエスコートしてみせます。まさに至れり尽くせりといったデートをお楽しみいただけるはずです。あ、ハル、今例のことテレビ通販みたいって思った。なんでわかる。俺も思ったからね。じゃあレイちゃんはこの中だったら誰と付き合いたいの。もちろん僕です。なんというか、レイちゃんは残念だよね。残念だな。そんなこと言ってやるなよ。それこそがレイじゃないか。誠先輩、フォローになってません。ああ、じゃあまこちゃんは付き合うなら誰がいい。え、ああ、そうだな、春は昔から一緒にいるから落ち着くし、渚は明るいから一緒にいて楽しそうだし、レイはきっちりしてるからすごく大事にしてくれそうだし、みんなそれぞれいいところがあるからな。選べないな。あれ、みんなどうかした。こういうのなんて言うんだっけ。優柔不断。え、誠先輩、いつか刺されそうですね。ちょ、なんで。優しすぎると逆にひどくなるな。春まで。ああ、じゃあ春ちゃんは、春ちゃんなら誰を選ぶ。誠。俺、なんとなく楽そうだから。それが理由ですか。誠ちゃんなの。まあ、誠先輩は優しいですし、大事にしてくれそうですしね。
ねえねえはるちゃん、僕が彼氏だったら毎朝はるちゃんのためにサバを焼いてあげるよ。なぎさにする。やったー。はるか先輩の判断基準は全てサバなんですね。サバに負けた。もし彼氏にするなら鮫塚編。松岡先輩お疲れ様です。タオルをどうぞ。おう、悪いな。先輩おめでとうございます。またタイムが伸びましたね。ニトリ、この程度のタイムでうだうだ言ってんじゃねえ。俺はもっと先を目指してんだよ。それはそうかもしれませんけど、でもベストが出たことはいいことじゃないですか。こんなもんただの通過点だ。そうだ、ただの通過点に過ぎねえ。俺はもっと速くなってやる。よっ、お疲れ。ああ、三越場部長お疲れ様です。お前ら仲いいな。ああ、そういえば寮で同室なのか。はい、そうです。別にそこまで仲がいいわけじゃないっす。照れんな、照れんな。照れてないですし、痛いっす。でもニトリ、松岡と同室って大変じゃないか。こいつ不愛想だし、家事とか全くしなさそうだし。言われ放題だな。それがそんなことないんですよ。松岡先輩実はしっかりしてるんです。意外ですよね。ニトリ、後で覚えてろよ。え、どうかしましたか。もういい。ああ、そうか。そういえば松岡は妹さんの郷くんがいるし、面倒見はいいのか。部長、人の妹を勝手に名前で呼ばないでもらえないですかね。ん？松岡の許可が必要だったのか。それは悪かったな。松岡、郷くんのことは名前で呼ばせて。許可する気はないです。ああ、ああ、いいじゃないか。細かいことは気にするなよ。全然良くないですし、細かくもないって言ったんだろうが。でも松岡先輩の面倒見の良さはさすが長男って感じですね。知るか、俺のことより。お前はもうちょっとしっかりした方がいいぞニトリ。確かにその通りだな。あ、部長まで。ちなみに俺は割としっかりしてるぞ。うん、いや、あんたは部長なんだからしっかりしてないとダメだろう。やっぱり松岡先輩もしっかりしてる人の方がいいですか。は？あ、じゃあもし先輩が女の子だとして付き合うなら、僕と部長どっちがいいですか。は、バカか。お前はなんでそんな話になんだよ。いいじゃないですか、答えてください先輩、どっちがいいですか。面白そうだな。どっちがいい松岡。めんどくせえな。けどこの二人は俺が答えるまで聞いてきそうだし、適当に考えてさっさと練習に戻るか。三越場部長と付き合ったら。おーい松岡、今日は晴れてよかったな。いいデート日和だ。三越場部長、今何時だと思ってるんすか。ん？12時の5分前だ。5分前行動は基本だからな。待ち合わせ時間は11時でしょうが。うん、11時だったか。いやー、すまんすまん、勘違いしてたな。もういいんで、今日はどこに行くんすか。そうだな。お、風が北から南に吹いたぞ。よし、南に向かおう。はあ、南に何かあるんすか。わからん、風の向くまま気の向くままだ。え、ちょ、松岡、行くぞ。ありえねえ、俺を置いて行きやがった。ないな。じゃあニトリだったら。おお、早いなニトリ、もう来てたのか。あ、はい、松岡先輩おはようございます。先輩とのデートですから2時間前から待機してました。それ早すぎ。いいえ、これぐらい当然です。もういい。で、今日はどこに行くんだ。映画を見に駅前のショッピングモールへ行きませんか。おう、チケットももう取ってあるんです。はい、どうぞ。おう、悪いな。あ、僕お弁当も作ってきましたから、お腹が減ったら言ってください。 お茶も用意してありますので
喉が渇いたら僕に言ってくださいね。フーフーしてすぐに出しますから。あ、それから歩き疲れたなら簡易ですがキャンプ用の椅子も。うわー、うぜえ。椅子になって。ないな。先輩、僕と部長どっちがいいですか。どうだ松岡。どっちもやだ。あ、ちょっと待ってください先輩。合宿。俺たち岩飛び水泳部は合宿へと来ている。予算がないので海岸にテントを張って割と快適に過ごしてるんだけど、一つだけ問題が。よかった、旅館のお風呂を借りられることになって。源泉かけ流しですよここでも。外で星を見ながらっていうのも風情があっていいけどね。俺は水に浸かれればどっちでもいい。ある、長風呂はダメだからね、湯あたりしちゃうから。おー広い。ほらほら三人とも早く早く一番。あ、こら渚、湯船に飛び込むなって。はあ、気持ちいい。やっぱりでかい風呂はいいな。ある、いい。湯船に浸かることは心身のリラックスになりますからね。疲労して硬くなった筋肉がほぐれますし。そういえばまこちゃんは筋肉質だよね。え、俺？あ、そうかな。まことはトレーニングしたら割と短期間で体つき変わってきたな。確かに筋肉はつきやすい方なのかも。ちょっと触らせて。まこちゃんまこちゃん、力入れてみて。おお、まこちゃんすごい、すっごく硬いよ。ですが、まこと先輩は少し筋肉がつきすぎじゃないですか。あまりに筋肉がつきすぎると浮きにくくなっていくでしょう。あんまり意識したことないけど。れいちゃん、そんなことまで考えてる？当然です。筋肉量から体脂肪率に至るまで水泳に一番適した体になるように毎日計測し記録しています。で、なんでそこまでしてバッタしか泳げないんだ。ハル、例のやつ沈んじゃったけど。悪い。みんないいな。僕頑張ってるけどなかなか筋肉つかないんだ。それなら僕に任せてください。あ、浮き上がった。渚くんが一番筋肉を形成しやすいメニューを僕が考えてあげます。え、本当？あ、れいちゃんありがとう。その点春はちょうどいい体って感じだよね。つきすぎずつかなさすぎずって感じ。そうか、やっぱり春ちゃんはイルカのイメージなんだよね。そうだな。ああ、じゃあ俺はどんなイメージ。誠先輩ですか。まこちゃんはね、クジラ。ちょっと違うな。シャチ。シャチですか。ああ、まこちゃんのイメージじゃないよ。シャチって凶暴そうじゃない。なんでシャチ。まことの泳ぎは力強いから。ああ、確かにダイナミックですね。ああ、そうか、確かにシャチって感じかも。そうかな。はるか先輩、僕はどんなイメージですか。トンカチ。渚くん。例は蝶。蝶？魚じゃないよ。自由に飛ぶから、蝶みたいに何にもとらわれず。確かに僕に飛べと言ってくれたのは遥先輩でしたしね。蝶、蝶か、美しい。僕にぴったりですね。じゃあじゃあ僕はペンギン。ああ、なるほど。ペンギン？やったー。え、喜ぶんですか。だって僕ペンギン大好きなんだもん。この学校を選んだのだってハルちゃんとマコちゃんがいるっていうのもあるけど、名前は岩飛びなんだよ。岩飛びペンギンっているじゃない。学校の名前すっごく気に入ってるんだ。なぎさ、そこまでペンギン好きだったのか。まあぴったりだとは思いますよ。陸上ではぴょこぴょこしてそっくりですよ、渚くん。でしょ？
でも水に入るとすごいんだよ。レイちゃんの蝶も水に入ると泳げなくなるところそっくりだね。それどういう意味ですか。全部金槌なわけじゃありません。バッタは泳げます。なんだかんだで春はみんなのことちゃんと見てるよね。泳ぐ姿勢を見てるだけだ。それが綺麗じゃないと。姿勢が綺麗じゃないと水と一体になりにくいからね。なんでわかる。わかるよ。何年一緒にいると思ってるんだ。じゃあ今俺が思ってること当ててみろよ。なんでそこで意地張るんだよ。そうだな、誠のバーカとか合ってる。いや、それはもう春の顔がそう言ってた。じゃあ今はまだ続けるの。そうだな、今日の晩御飯はサバの味噌煮がいいとか。違う、正解はサバの塩焼きだ。俺の勝ちだな。なあ、これ何の勝負。渚と遥の出会いの思い出。やった、まだ誰も来てないよ。レイちゃん、今日は部室に一番乗りだ。そんなことより渚くん、ちょっと質問があるんですが。なに、レイちゃん、僕のことなら何でも聞いて。誕生日は8月1日、星座は獅子座、好きな食べ物はイチゴのショートケーキ、苦手なものは数学とピーマンと玉ねぎ。いや、そういうことではなく、好きなものは最初に食べる派だから。そういうことでもなく、はるか先輩のことです。え、はるちゃんのこと。俺がどうかしたか。はるか先輩、今ちょうどはるか先輩と渚くんの関係について質問しようとしていたところです。俺たちの関係？って言われても、なんだろう、小学生の時岩飛びスイミングクラブで一緒にリレーを泳いだ関係。そのあたりの話はすでに聞きました。わからないのは、渚くんがなぜそんなにはるか先輩に懐いているかということです。懐いて。そうです、誠先輩は遥先輩と家も近く、幼馴染ですからずっと仲が良かったというのはわかるんですが、渚くんはどうして。ああ、そういえばそうだよな。それ私も知りたい。わって、まこちゃん、こうちゃん、いつの間に今来たところ。でも確かに渚がスイミングクラブに入ってきたのは俺たちよりも後だったよな。小学校も違ったんですよね。リンも俺たちより後にスイミングクラブに入ってきたけど、春にこだわるのはリンがライバル視してたっていうのがあったからな。渚くんと遥先輩はライバルって感じでもありませんし。それじゃあここでみんなに話しちゃおうかな。これまで誰にも話したことのなかった僕と春ちゃんのハートフルな出会いの思い出。何かすごいエピソードがあるの。まあね。出会いの思い出って何の話だ。春の方は覚えてないの。それってひどくない。俺は知らない。くだらない話をしてないで、お前たちも早く着替えろ。なあ、はるか先輩、仮にも女の子の前でそんな。ちょっと、仮って何よ。でも見ちゃダメ、私。てか、はる、また制服の下に水着着てたの。なんて素敵な上腕三頭筋。ああ、行っちゃった。ひどいよ、はるちゃん、何も覚えてないなんて。あんなことまでしてくれたのに。あんなことってどんなことですか。話してください、渚くん。わかった。ああ、でもただ話すだけじゃつまんないから、クイズ形式なんてどうかな。みんなで当ててみてよ。正解者にはこの岩飛びちゃんマッスルバージョンをプレゼントするから。いりません。ちょっと欲しい。え、欲しいんですか。それじゃあまずはノーヒントで。上腕三頭筋言うと思った。ブー。っていうか小学生の頃の話だよ。筋肉なんてまだそんなついてないし。じゃあ小学生のういういしい上腕三頭筋。意味がわからない。春の泳ぎの美しさに魅せられて。ブー。それもあるけど、それだけじゃないんだ。サバをもらったとかですか。ブー。僕サバはそんなに好きじゃないんだ。泳ぎを教えてもらったとか。ブー。春ちゃんそういうのをあんまり教えてくれないし。わかった、ペンギンをくれた。え、生ですか。新
新しい発想だな。惜しいけど、ブー。じゃあ、やっぱりノーヒントじゃ無理だよね。それじゃあここで第一ヒント。僕にはお姉ちゃんが3人います。へえ、そうだったんですか。それヒントなのか。まさか渚くんのお姉さんも遥先輩の上腕三頭筋を。筋肉から離れませんか。それが渚と春の出会いの思い出にどう関係するんだ。遥先輩の筋肉に見せられた渚くんのお姉さんが、渚、あの素敵な筋肉のことをお友達になりなさい、そのためには同じスイミングクラブに入るのよとか言って。意味がわからない。うちのお姉ちゃんは春ちゃんのことを知らないし、筋肉フェチじゃないよ。真面目に考えれば、女兄弟しかいない渚がお兄さんに憧れたからとか。なるほど、やっとまともな答えが出ましたね。ブー、外れ。そんなありふれた理由じゃないんだな。もっと衝撃の出来事って感じだね。小学生にしては僧帽筋の発達が衝撃的だったとか。だから筋肉から離れてください。それじゃあ第二ヒント、女の子の水着。女の子の水着ですか。それって一体、もしかしてちょっと過激な答え。過激？まさか遥先輩が水着泥棒を。春はそんなことしないよ。じゃあ渚くんが水着泥棒で捕まったところを遥先輩に助けられたとか。もう僕も水着泥棒なんてしないよ。渚のお姉さんの水着が波にさらわれて、春がその水着を命がけで取りに行った。いや、その流れだと遥先輩のことを好きになるのは渚くんのお姉さんですよね。だからうちのお姉ちゃんは春ちゃんに会ったことないってさっきから言ってるでしょ。あ、じゃあもう第三ヒント。こう見えて僕、昔は泣き虫の弱虫だったんだ。はっはっは、なかなか面白いジョークですね。ジョークじゃないよ、そこは信じるところから始めてよ。信じるまでにそんなに時間が必要？わかりました。謎は全て解けましたよ。これまでの手がかり、渚くんにはお姉さんが3人いる。女の子の水着、渚くんは昔は泣き虫だった。これらのことから論理的に導き出される答えは一つ。渚くんがお姉さんの水着を破ってしまい、わあどうしよう、お姉ちゃんに叱られちゃうよなどと言って泣いているところに、たまたま通りかかった遥先輩が、泣くな渚、俺に任せろと言って夜なべして水着を縫ってくれたというわけですね。どこが論理的に導き出された答え。てか渚の真似が似てない。でも惜しい。間違ってるけどいい線いってるかも。惜しいの。うん、でもちょっと違うんだな。じゃあここで出血大サービス。一度だけ誰かに電話して意見を聞いていいことにするから。なるほど、クイズ番組で見たことがあります。ライフラインというやつですね。私お兄ちゃんに聞いてみる。もしもし、お兄ちゃん。うん、なんだよ、ゴー。ちょっと聞きたいことがあるんだけど。ん？はるか先輩と渚くんが仲良くなった理由知ってる？はあ？知るか！つまんねえことで電話かけてくんな。切られた。まあ、どっちみち凛ちゃんは知らないと思うけどね。ダメだ、お手上げだよ。二人の間に何があったんですか？いい加減もったいぶらないで教えてよ。じゃあ話すね。僕小学校低学年の頃、名前のせいでよくいじめられてたんだ。へー、男女。違うよ、僕は男の子だよ。だったらなんで渚なんて女みたいな名前なんだよ。この前スカート履いてるの見たぞ。だからそれはお姉ちゃんに無理やり。うわー、渚がまた泣いた。やっぱ泣き虫女だ。Yeah!
それでお父さんにもっと強くなれって言われてスイミングスクールに入ったんだ。そこで会ったのがハルちゃんだったんだけど。あ、今日から入った葉月なぎさです。よろしくお願いします。俺は七瀬。ハルカ。七瀬くん、ハルカって名前なんだ。僕と一緒、女の子みたいな名前だね。ごめんなさい。謝らなくていい。あのね、僕名前のせいでよくいじめられるんだ。うちでもお姉ちゃんたちに女の子の服着せられたりお化粧されたりしてて。いいから早く着替えろ。ごめん。だからいちいち謝らなくていい。どうした？水着、女の子の水着がカバンに。これお姉ちゃんのだ。ひどい、絶対わざとだよ。これじゃ泳げない。水泳なんて大嫌いだ。本当にそんなことで水泳嫌いになるのか？その水着が嫌ならお前は俺のを着ればいい。でも七瀬くんはどうするの？俺が代わりにこれを着る。水の中じゃ男も女も関係ない。水着なんて何だっていい。泳げれば、水を感じられればそれでいい。はるか先輩、女子の水着着たんですか？知らなかった。俺その日休んでたのかな。さすがにそれは理解できない。衝撃の事実ですね。周りの子たちもみんなびっくりしてて、僕もすごくびっくりしたけど、でもその時のハルちゃん全然恥ずかしがったりせず堂々としててすごくかっこよかったんだ。それを見たらなんか自分が悩んでたこととかどうでもよくなっちゃって。でもそれはかっこいいのか？あ、かっこいいに決まってるよ。それ着たハルちゃんがすごく綺麗な泳ぎを見せてくれて、僕その時思ったんだ。あんな風に強くなりたい、自由に泳げるようになりたいって。へー、なんだかだいぶ変わった話でしたけど、でもその気持ちなんとなくわかります。でしょ、私にはわからないかも。お前たちまだ話してたのか。はるか先輩。ダメ、さっきの話想像しちゃう。さっきの話？ああ、なんでもないよ、ハル。さあ、俺たちも練習しよう。早く着替えて。うん、そうだね。どうしたんですか、渚君？これ、お姉ちゃんの水着。また？わざとだ。絶対わざとだ。高校生にもなって、こんないたずらして、ひどいよ。俺のを貸してやる。ハルちゃん。ハルカ先輩。あ、ちょ、そしたらハルはどうするんだよ。それはダメです。いくらなんでもまずいです。でもちょっと見てみたい。でも怖い。でも見たい。あ、どっちに。私は一体どうすれば。何の話だ。もう一着予備のがあるからそれを貸すだけだ。え、ありがとう。もう水泳が嫌いだなんて言葉聞きたくないからな。やっぱり覚えててくれたんだね、ハルちゃん。やめろ渚、抱きつくな、危ない。ハルちゃん大好き。サメ塚学園文化祭、伝統のメイド喫茶。集合。みんなももう知っていると思うが、もうすぐ文化祭だ。そこで今年も水泳部はその文化祭に参加することが決まった。展示とか屋台とかか。松岡先輩知らないんですか、サメ塚水泳部伝統の出し物のこと。うん、ニートリなんだそれ。やだ松岡先輩、僕だって嫌ですが仕方ないんですってば。
早く着替えてください。いやだっつってんだろうが。なんで伝統の出し物がメイド喫茶なんだよ。先輩美人なんだからきっと似合いますって、このメイド服。嬉しくねえ。こんなヒラヒラしたもんが着られるか。でもそれが水泳部代々の決まりなんです。しょうがないでしょ。一番最初の言い出しっぺの OB をぶん殴ってやりて。このメイド喫茶は部員全員強制参加、参加しない場合は退部というのがしきたりなんです。諦めてください。退部する。先輩お願いですから、そんなこと言わないでください。ニトリ話せ。じゃあ午前中だけでいいですから、お願いしますよ先輩。こんなところで、しかもこんなくだらないことで諦めていいんですか。オリンピックに行くんでしょ先輩。分かったよ、午前中だけだからな。くそ、なんで俺がこんな格好を。まあまあ先輩。おお松岡、よく似合ってるぞそのメイド服。嬉しくないっす。なんで三越場部長は執事の格好なんすか。女装は伝統じゃないんすか。3年は執事、1、2年が女装というのが伝統だからな。チッ、ニトリも小柄だからよく似合ってるな。何言ってるんですか。僕より素晴らしい人がいるじゃないですか。分かった分かった、松岡のメイド姿はチョモランマ級だな。分かればいいんです。ニトリ、余計なこと言いやがって。先輩顔は美人だし、その長めの髪には純白のヘッドドレスがよく生えてます。ニトリ、水泳で鍛えられた腕の筋肉と肩幅は、このメイド服の袖がレッグオブマトンの形状なんでうまく隠してくれてますし。黙れ。ペチコートから垣間見える足は引き締まっていてとっても素敵です。うっせえニトリ。ニトリ詳しいな。はい、いつ先輩に聞かれてもいいように昨日調べましたから。変な労力割いてんじゃねえよ松岡先輩。なんだよ。写真を一枚撮ってもいいですか。うっせえ。アイアンクローをしています。先輩、頭が握りつぶされます。先輩、ツンデレメイド属性ですか。あ、そういえばさっきゴー君を見かけたぞ。いや、文化祭のこと言ってねえのに。先輩、あれなんだよニトリ。文化祭のポスターがどうかしたのか。あの文化祭の広告ポスター街中に貼ってあります。え、先輩大丈夫ですか。うるせえ。あ、噂をすればゴー君だぞ。お兄ちゃん、ゲッ。遊びに来た。お兄ちゃん、その格好だ、すっごく綺麗ですよね。メイド服の上からでも分かる鍛えられた大胸筋。さすが妹さんですね。やあゴー君、俺あと少しで休憩なんだけど、よかったら。ゴー、あと10分待ってろ。仕方ねえから案内してやる。うん、分かった。いろんなところに一緒に行こう。あれ、三越場部長、ドンマイです。